みんなこんにちは、アテナくんだよ。大きな釜で獲物を取る昆虫ってなんだ？答えはカマキリ。あの大きな釜で目にも止まらぬスピードで獲物を捕らえるんだ。カマキリってどういう生活をしているんだろう。カマキリは肉食の昆虫。バッタやトンボ、セミ、チョウ、アブ、ハチ、ケムシなどを食べるよ。時にはカエルや小さいヘビまで食べちゃうんだ。カマキリの体って緑色をしているよね。植物の上でじっとしているとまるで茎みたいに見えるね。カマキリは植物の上でじっと待ち伏せをして獲物は正面の近くに来るまで待つんだ。そして気づかないで来た昆虫に釜のついた前足をさっと繰り出して獲物を挟み込む。この前足にはトゲトゲがついているから捕らえられた昆虫は逃げ出せないよ。そして口でかぶりつくんだ。獲物を捕らえるスピードは 0.05 秒。素早いハエやバッタまで捕まえちゃう。早すぎて人の目じゃこの瞬間を見ることもできないくらいだ。カマキリは夜でも目が見えるから夜も狩りをする。夜の闇の中だと細長い体が風景の一部に溶け込んでまるで草の一部のよう。そうそう、カマキリには茶色の仲間もいるね。茶色のカマキリは枯葉の近くだと目立たないんだ。今日のまとめ。カマキリは肉食の昆虫。じっと待ち伏せをして目にも止まらぬ速さで釜を繰り出し獲物を捕らえる。体も緑色だからじっとしていると茎みたいで目立たないよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。